最近は、スタミナ練習とかがちょっと少なくて、結構ミットとかもう落として、組手がメインでやってますね。その対人稽古をちょっと多くして、その技術の練習とか、やっぱミットでスタミナメインよりからも、ある程度体は強化しながら対人稽古してるのが多いですね。技術とかって今まで多分そのスタミナ練習とかの方が多かったかなと思ってたんですけど、ここで改めて技術を見直した理由とかって何かあるんですかね。やっぱ今のままでは勝てないというのもあるし、そのやっぱ技術は常に進歩していくと思うんで、ここでね、今トップに中量級では、去年負けましたけど JFK で、でも一応トップに立ってるという自覚はあるんで、常にその技術っていうのを更新していきながら、無差別の、大会でも勝てるように、そのために技術をちょっと磨こうかなってやってますね。
以外に最近なんかすごい筋トレやってるイメージがあるんですけど、それは何かあったんですか？筋トレはね、筋トレってよりも全身で動けるような筋力つけれるように、まあ、ある程度はそのやっぱ無差別で勝てるように、やっぱ中量級だけじゃなくてもう一個上のステージに上がってそこでも勝てるようにしていきたいなって、やっぱ空手の醍醐味って無差別じゃないですか。なんでちょっとそこのステージで勝てるようにっていうために、やっぱちょっとウエイトアップして体重上げて、でそのためにやっぱ崩れない体とか作ったりっていうのはありますね。特に上の階級だとやっぱ重い選手とかもいるかと思うんですけれども、その中で戦っていく上で特に必要な筋肉って何か？必要な筋肉はやっぱり自分が思う、やっぱ崩れない体っていうのは大切なんで、やっぱまあケツとか裏もも、意外とやっぱ無差別とかになってくると上半身のね、筋肉と胸とか打たれた時でも崩れないようにするっていう表面の筋肉と、あとコアの筋肉っていうのも鍛えて、まあ、本当に空手って全部ができないと、一個の腕だけ鍛えて一発殴って倒れるような競技じゃないんで、全身鍛えて全身バランスよく鍛えてやんないとやっぱ勝てない競技なんでね、まあ、そこはちょっとうまいこと、まあ、今1年間本当に1年間試合がないんで、空手の場合、まあ、ちょっといい体を作り直すいいきっかけになってるし、まあ、さらにパワーアップできるんじゃないかなって思いますね。よし、倒さないで大丈夫です。